はい、ではね、本日2軒目の物件に到着しました。ここはね、以前ね、前回、探したんですが、ちょっと見つからなかった場所でね、ちょっと再挑戦ということでね、リベンジということでやってまいりました。でね、なんとか、発見することができたんですが、ちょっとね、先ほどね、地元の方と思われる方がね、ちょっとね、通っていきましてね、ちょっと、早めに撮影を終わらせていきたいと思います。はい、ということで、本日2軒目の物件、またハリソンです。はい、こんな感じでね。うわ、ここもやばいな、東海。東海率半端ない。すごいな。取れるかしら。はい。こちらもね、多分、おそらく昭和40年代くらいかな、に、廃村になったと思われる場所でね。結構こちらも、倒壊率が半端ない。かなりすごい。上とか行かれへんのかな、これ。よいしょ。うわ、邪魔します。結構ね、何してる人もいるみたいで、なんかいろいろゴミとかも散乱してて、そんなとこが上がれるかな、崩れへんかな、すごいな、うわ真っ暗。ここは写真っていうか入ってかれへんな。とりあえずこんな感じで、ね、よいしょ。すごいなこれ。っていうか、むしろ、この道もかなりね、苦労してね、なんとか、ここまでたどり着いたんですがね、もう、倒壊率が、半端ない。で、これ、穴開いてあるな。危ないな。結構でも、当時の残留物らしきもの。かな、当時の夜間と思われるもんな。すごいな、ここ。こう、鍋かな、これ。鍋みたいな。すごいな、これ。とりあえずはね、今回ね、ちょっと。早めに撤収して撤収していきたいんですがね、結構すごいな。だから結構ね、人目につきやすくてね、よいしょ、あ、すごいわこれ、なかなかすごい物件。
これは物件的にはかなり感じだと思うんだけど、お、びっくりした。え、鳩か。ビビるわ。もう今鳩の住みかなってた。足場も悪い。この間以上にやばいかもしれない。前回行ったね、某ハイソンより、ちょっと足場とかも悪くて、結構厳しいところですね、ここ。これ、暖炉かなんかあった跡かな。うわ、ほっこりっぽすぎる。ちょっと写真が結構暗すぎて、なんか、おお、やばい。おお、すげえ。レトロなテレビが。すごいな、これ。こっちは、ちょっと行きづらいな。かなり腐っててやばい。ピアノと思われる。ピアノとマッサージ機。なんかぬいぐるみが置いてある。すごいな、これ。すごい。上も行きたいとこあるけど、ちょっとこれやばいな、階段が。今回はちょっとこれ以上進まれへんな。やっとこう。でも家自体はもう2軒しか残ってなさそうやな。うん、ということでね、ちょっとね、家がね、もう、家屋が2軒しか残ってないということでね、ちょっと回れる場所があんまりないので、動画の撮影自体はこれで終了して、あと何枚か、写真だけ撮って、早々にちょっと、今回は撤収したいと思います。ではね、また、グミチャンネルの方で、写真の方もね、写真集として公開しているんで、そちらの方もね、ぜひ見ていただいて、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、さよならー。